クジョクジョのトマです。今回なんですけれども、コーヒーの認証について解説していきたいと思います。まず、この動画を開いていただいてありがとうございます。ちょっと難しそうなテーマで、興味持たれにくいテーマでもあるんかなと思ってるんですけど、結構コーヒーを飲む中で、認証コーヒーって皆さん触れてきたと思うんですよ。知らず知らずのうちに。動画でもちょこちょこ名前は出してるよな。うん。まあ一番有名なんだったら、ジャスとか、有機栽培ね。あとはフェアトレードとかね。あー、結構聞くな。その辺は聞くけど、内容はわからんみたいな。うん、説明できん、正直。ですよね。で、説明されてるサイトとかもあるじゃないですか。うん。読めない。しんどい。ということで、今回は、まあ、僕らも内容を全て説明できるかって言われたら難しかったんで、できる限りまとめてきました。ちょっと読みながらとかになっちゃうかもしれないですけど、めちゃくちゃわかりやすく各認証まとめましたので、この動画を見るだけで大体もう8割ぐらいはわかるように解説していきたいと思います。で、その認証コーヒーとはまず何なのかっていうところを簡単に説明すると、認証コーヒーとはサスティナビリティ、栽培方法、生産者支援などの目的により、非営利団体と第三者機関によって一定の審査方法にのっとって評価して合格認証されたコーヒーのことですね。で、今回解説させていただく認証に関しては、まずレインフォレストアライアンス認証、あとウツフェアトレード認証、ウーマンズハンド認証、バードフレンドリー認証で有機認証、まあ、日本で言うとジャスになりますね。Qグレーダー認証。この辺をまとめて解説していこうかなと思います。皆さんに馴染み深いカルディさんとか、ローソンさんとか、これは加藤コーヒーさんっていう楽天でよく豆買う方だったら絶対見たことあるなっていうやつなんですけど、そこでこういった認証のコーヒーを仕入れることができたんで、今回はこれを元に解説していこうかなと思います。それでは今日は認証コーヒーについてみんなで知っていきましょう。で、まず解説していく前に大前提として、認証コーヒーイコール高品質ではないと思っていただいた方がいいです。あ、なるほど。ここを大きく分けないとちょっと話が変わってくる。だからフェアトレードやからって言って美味しいわけでもないし、有機認証がついてるからって言って美味しいわけではない。なので美味しいと認証は全く別のものと考えた方がいいです。ではまずはレインフォレストアライアンス認証からいきましょう。ではまずはローソンのコーヒー、レインフォレストアライアンス認証のついたコーヒーから解説していきたいと思います。うん、待ち構えのコーヒーは家で入れるとさらに美味しくなりますね。コーヒーインストラクターの教本の内容を参考にさせていただいて解説していくんですけど、レインフォレストアライアンス認証、ざっくりとまとめると、レインフォレストアライアンスが定める持続可能な農業マネージメントのための基準を満たした農園のコーヒーであることを示していると。まあすごいざっくりなんで、なかなかこれでは理解できないと思うんですけど、もう少し詳しく言うと、認証製品または原料が持続可能性の3つの柱、社会、経済、環境、この3つの強化につながる手法を用いて生産されたもの。生産者は3つの分野の全てにわたる要件に基づいて評価を受けて認証マークがつくという内容になってます。だからこれ美味しさっていうのは関係ないですよね。ではその認証マークのつく持続可能性のテーマっていうのは何かっていうところですね。それが森林、気候、人権、生活水準、この4つの持続可能性のテーマっていうのに基準があって、その基準をクリアしたらレインフォレストアライアンスの認証がつくんですよ。レインフォレストアライアンスって聞くと、なんか森林保護をしながらコーヒー生産をするみたいなイメージもあると思うんですけど、森林だけではなくって、気候であったりとか人権、まあだから発展途上国とか行くと、もう本当に奴隷のように扱われてたりとかする可能性もあるやんか。その人権とか、もう一つの生活水準のところもそうですよね。コーヒーチェリーのピッカーさんとかにね、まあ基本的にお給料が低いじゃないですか。まあそこの給料が低すぎますという場合には、レインフォレストアライアンスが与えられない可能性が高かったりするね。なのでまあこれはすごくいい認証ですよね。結構最近よく見るよな。見る見る見る。あれやんな、あのカエルのマークのやつやんな。そうなんです、あのカエルのマークのやつなんですけど、あのカエルにも意味があるんですよね。あ、そうなの。なぜカエルのマークなのかっていうところなんですけど、カエルは科学者から生物指標と呼ばれており、カエルの健全な生息個体数は健全な環境を指し示してるらしいです。簡単に言うと、カエルが多い森林地帯のところでは、そこの地域の生態系が自然のままに残されているという、そういう指標になっているそうです。そうなんや。まあ、この赤目アマガエルっていうのがマスコットらしいんですけど、まあ、これが国際的に持続可能性を指し示しているような象徴になったそうですね。で、ウツ認証っていうのもあるんですよね。ウツ認証 UTZ って書いてウツ認証。あんまり見えへん気がするんですけど、
なんかね、今うつ認証っていうのがなくなってきてるっていうのは、さっき言ったレインフォレストアライアンスっていうものと合併したんで、うつ認証残ってる商品あると思うんですけれども、今後はもうレインフォレストアライアンスの方に全部移っていくということです。ちなみになんかうつっていう名前が気になるやんか、日本語からしたら、なんなんかな。なんかグアテマラのキチェ県で話されてるマヤ言語でいいコーヒーを意味するみたいです。マヤ言語なんや。はい、それは分からんよね。まあうつ認証についてはもう今後は多分廃止されていくのかなと思うので、まあ、あんまり詳しくはいかないでおきましょう。まあレインフォレストアライアンスの一部と思ったらいいってことね。そうですね。続きまして、フェアトレード認証、これは聞いたことあるでしょ皆さん。これはなんかコーヒー以外でも結構多いよな。多いと思う、うん、日本でも一番広まってる認証の一つなんじゃないかな。これが今回カルディさんのウーマンズハンドフェアトレードブレンド、こちらを買ってみました。ウーマンズハンドっていう認証が後からまあ説明するんですけど、それとフェアトレードが一緒になってるっていう感じですね。ちょっと飲んでみましょう。サル。美味しいですね。まずフェアトレードから解説していくと、直訳すると公平公正な貿易っていうことですね。これは開発途上国の原料や製品を適正な価格で継続的に購入することによって、立場の弱い開発途上国の生産者や労働者の生活改善と自立を目指す貿易の仕組みを言います。これ仕組みとして、コーヒーの相場って普通に取引されるものに関してはだいたい決められてるじゃないですか。その都市の生産量が生産国で多ければ買い付けられる価格っていうのは低くなります。でその都市の生産量が少なければ需要と供給の関係で買い付け価格は高くなると。その価格っていうのが、まあ、ニューヨークで決められるんですけど、その決まった価格プラスアルファでフェアトレード認証のものではお金が支払われるんですね。それがなんかフェアトレードプレミアムっていう支払いみたいです。なので普通にコーヒー生産をするプラスアルファでフェアトレードプレミアムっていうのを生産者は受け取れるんで、認証を受けたコーヒーの方が相場に左右される普通のコーヒーを売るんだったらこっちの方が儲けれるよねっていう風な生産者視点からの話で言うとそうなりますよね。ただまあフェアトレードの商品は価格が高くなるんですよ。かつ別にこれ美味しく作る必要はないので、生産者からするとある程度の味でその認証を受けるための基準さえ合格してれば高く売れるっていうことなんで、わざわざ美味しく育てる必要がないんですよね。なのでフェアトレード認証っていうのは生産者からするとその場では高く売れるけど、品質のところでやっぱり安定もしてないっていう場合はなかなかこうサスティナビリティのところでちょっと問題があるよねみたいな話もあったりするんですよね。コーヒーに関しては味が良ければ高く買ってもらうっていう、そういうダイレクトトレードみたいなことも多くの会社が今しているので、そういった方が実はまあ持続的な関係性っていうのを作れたりするっていう意見もあったりします。そこの価格のところが一番分かりやすいところではあるんですけど、いろいろとフェアトレードには基準の原則っていうのがあるんで、ざっくりこちらに載せておきます。その国際フェアトレード基準の原則っていうのは経済的基準、さっき話したようなことですね、社会的基準で環境的基準、この3つに分けられるということですね。まあちょっとややこしいよね。なかなか理解するのは僕らも難しいんですけど、フェアトレードの最低価格とプレミアムっていうのは生産地域の物価とか経済状況とかで変わってくるみたいなんで、全世界で同じ価格で取引されるっていうことはないんですけど、普通に生産して相場で販売しているコーヒー豆よりもちょっと高くで生産者からすると売れるという感じですね。で今飲んだコーヒーがフェアトレードでもあるんですけど、ウーマンズハンド認証のコーヒーでもあるんですよね。これ初めて聞いたな。僕もあんまり聞かなかったですけど、なんかカルディさんでしか聞いたことないんやけど、これがなんとなくイメージはつくと思うんですけど、女性の自立支援、社会的地位の向上、経済的環境の改善を趣旨として2010年に作られた活動、まあ、これは結構限られた地域での認証なんですけど、グアテマラのアソバグリ組合に所属する農園の女性たちによって生産されたコーヒー豆のみ認証を受けることができ、コーヒーの価格にプレミアが付与されて、奨学金制度、生活環境補助など女性自立への架け橋になるように還元されているということですね。カルディさんとかもほとんどの社員さんが女性なんじゃない？あ、そうなの？なんかネット情報によると2012年8月の段階で 98% が女性。 98? ほとんど女性みたいですね、まあ、そういう企業でもあるんでこういう取り組みをされているコーヒー豆を買い付けたということですね。僕もそういえばホンジュラス行った時にここまでちゃんとした認証はなかったんですけど、女性の生産者だけが集まった小さい組合というか小さい団体みたいなものがありましたね、まあ、なんかそういう風な流れは生産地でもできてきてるんじゃないですかね。で続きまして、バードフレンドリー認証、これがカルディさんのバードフレンドリーブレンドで受けてる認証ですね。これもあんま聞いたことないな。鳥さんですよ、鳥さん、渡り鳥ね。いただきます。
あ、こっちの方が好き。簡単に説明すると、渡り鳥の生息地になる森林を守るため、米国のスミソニアン渡り鳥センターが中心となって進めているコーヒー分野における環境保護プログラムがバードフレンドリー認証。結構ね、これ細かく決められてるみたいですね。コーヒー生産するときってシェードツリーとかを作ることがあるんですよ。シェードツリーっていうのはコーヒーの木があって、コーヒーの木より背の高い他の木を植えることによって影ができて直射日光が当たらないようにするんですよ。そうすることで味が美味しくなったりとか生産量にも影響してくるということですね。そのシェードツリーをこういう風に作ってくださいよっていうのが基準で設けられてるという感じですね。渡り鳥のために。これも先ほどと同じくプレミアム価格がついて買い取られるようになるんですけど、結構このバードフレンドリー認証に関してはパッと読んだ感じで言うと基準が結構厳しいんかなと思います。まず一つは有機栽培であることが必要なんですね。で、二つ目が自然林に近い環境を保つシェード栽培の独自基準ということになるんですけど、このシェードツリーの決まりが農園の 40% を覆っていることが必要だそうで、地面から空見上げた時にシェードツリーの枝とか葉が 40% 空を覆ってると。で、しかも11種類以上の樹種で構成されていることが求められる。11種類って結構じゃない？結構やなすごい。加えてシェードツリーの高さにも基準が設定されており、 60% が12メートル以上の中木であること、 20% が15メートル以上の大木であること、で、小木が 20% あることと定められていますと。どうやって調べるんやろっていうパーセンテージを。確かに。そうすることで、まあ、1年間になんか約5億匹の渡り鳥たちが冬を越えるためにとか食事するためにとか子孫を残すために世界中を旅してるって言われてるんですけど、その渡り鳥たちが休息しやすい、移動しやすいような状態を作ってあげてるということですね。研究結果によると、その認証を持ってる農園は通常の農園に比べておよそ2倍の種類の動物が生息すると言われてるみたいですね。あー、だからやってることにすごい効果悪いね。あるんじゃない？まあ、その鳥だけじゃないかもしれないね。もしかしたらいろんな動植物にとっていい環境になってるんかもしれないですね。ちなみにこのコーヒーから生まれた収益は、このプログラムを創設したスミソニアン渡り鳥センターの研究調査資金として、世界中の渡り鳥生態系保護のために利用されているということですね。続きまして、有機ジャス認証いきたいと思うんですけど、実は今飲んだカルディの2つのコーヒー豆、これどっちもジャスでもあるんですよ。そうなんや。そうなんですよ。でもジャスって書いてる？裏側に書いてるんですよね。有機って書いてるんですよね、商品名とかには。あ、有機でも一応それがジャス認証になるんや。有機はジャス認証でないと言えないんですよ。あ、そうなんや。そうなんです。日本ではね、ジャスっていうのは日本の有機認証の名称になるんですけど、ジャス認証を受けてない、例えば海外で有機認証を受けてるものとかは有機って言っちゃダメなんですよ。だから有機って言葉かジャスっていう言葉が入ってないと認証は受けてないコーヒーってこと。日本ではそうですね。まあ、なんか僕もコーヒー屋さんやっててたまに聞かれてたんですよね。このコーヒー有機ですかって聞かれてたんですけど、なかなかやっぱジャス認証を受けてるコーヒーってスペシャリティコーヒーとかでは少なかったですね。これもコーヒーの味と認証はまた別の話になってくるんで難しいですね。まあ味というより安心安全っていうところがポイントってことですね。そういうことですね。まあこのジャス認証についてはなかなか難しいので、こちらでご確認ください。もっと詳しいことを知りたい方は農林水産省のホームページをチェックでお願いします。概要欄からぜひチェックしてみてください。まあそのジャス認証っていうのが世界的に見てもすごい基準が厳しいらしいです。普段から農薬使ってるか使ってないかっていうのを気にされる方にとってもやっぱシビアなところですよね。全く農薬を使ってないものしか食べない飲まないっていう方もいらっしゃるので、まあ、ただ僕は主にフルーツとコーヒーの一番違うところって、フルーツって果実に農薬振ってるじゃないですか。でもコーヒーってコーヒーチェリーに農薬振って、その果肉とか全部剥いて、でその種になるじゃないですか。それを焙煎して、でしかもそれを粉にしてフィルターでこすっていう、まあ、そこまでしてるんで体に害がないって言ったらちょっと分かんないところではあるんですけど、普通のフルーツとかで農薬使ってるものとかに比べたらだいぶマシなんかなと思います。確かに。あと最後は Q グレーダーのコーヒーですね。それが加藤コーヒーさん、あの楽天で有名なコーヒー屋さんですね。ここで Q グレードコーヒーっていうのがあったので買ってみました。じゃあまずはいただきたいと思います。うん、
美味しいです。あ、割とこの中やったら一番好きかも。こちらの Q グレード認証っていうのがコーヒー品質協会 CQI っていう協会が認定する Q グレーダーという資格を持つ認定員3人によってアメリカスペシャルティーコーヒー協会 SCA の基準にのっとった判定方法で品質審査を行い80点以上獲得した豆に対して与えられる企画ですということですね。これは味についてないんだ。これだけ味やね。まあ味なんですけどスペシャルティー品質かどうかって聞かれたら微妙な点数ですよね。まあその基準はないんですけど、スペシャリティコーヒーイコール80点とかはないんですけど、まあまあ微妙なところかなっていう、まあ、間ぐらいの印象かな。まあまずくはないですよっていう感じじゃない。これだけね、品質に基づいた認定ということでなってますね。で、他にもグッドインサイド認証、僕もこれ知らなかったんですけど、なんかヒロコーヒーさんのホームページで書かれてて、グッドインサイドとはコーヒー生産者とその環境を配慮した信頼のできる方法で生産加工が行われているかを確保する世界基準の認定プログラム。栽培農家や環境に配慮しながらコーヒーの安全性を消費者に保証するプログラムなので、最も進んだコーヒーの証ということです。だからこれコーヒー豆というよりも会社および焙煎所に付与される認証なのかなという感じで、ざっくりと有名な認証は紹介させていただいたんですけど、日本でよく使われる認証なんですよね。だから例えばヨーロッパとかで言うとドイツとかすっごい環境先進国なんですよ。生産国で言うとコスタリカとかがすごいまあ環境先進国として有名なんですけど、生産地ではコーヒー生産に使った水とか、まあ、森林に影響を与えてしまうようなものっていうのを普通に廃棄してはいけないですよ。こういう決まりがあってこういう風に生産しないとダメですよっていう決まりが強い生産国とかもあるんですよね。コーヒーに使う水をそのまま森に流してるところを見たことがあるんですよ。もうそこの廃棄してるとこだけ木枯れとったんですよ全部。もうその周りは緑が生き生きとしてるんですけど、ちょっとずつそこに近づいていくにつれて木が全部枯れてるっていう。なので例えばコスタリカとかだったら、僕行った時に聞いたんですけど、エストレージャっていうなんか葉っぱがある。その葉っぱはコーヒーチェリーをこう生鮮するときに出てくる残滓に含まれている酸を分解してくれるんですって。なのでエストレージャを敷き詰めたところじゃないと水は流してはいけないですよとか、そもそもコスタリカではウォッシュドプロセスとかがほぼないので、ハニープロセスとかナチュラルプロセスが多いと思うんですけど、それももともと環境先進国であったコスタリカがやり始めたことなんですよね。まあいろんな国に生産国消費国どちらも環境であったりとか森林保護労働環境生活水準などに基づいた認証っていうのがいろいろあって、日本ではこういう認証が多く使われているということになりますね。まあ、個人的に難しいなと思うところは、この認証を受けながら美味しいコーヒーを作れたら一番いいんですけど、この認証を取るためにはコストがかかるし労力もかかるっていうところになってくるので、まあその人件費とかも含めね。なのでなかなか生産者にとっては難しいことでもあるかなと思うんで、味とこういう環境に配慮した認証であったりとかっていうのをどちらも両立できたら一番いいなとは思うんですけど、なかなかそこがうまくいってないっていうところは現状としてあるのかなと思います。そもそも味と価格が合ってないものだと持続可能性みたいなところでちょっとどうなんやって言われることもあったりすると思うんで、認証ではないですけど直接買い付けするダイレクトトレードって言われるものであったりとか、相場に左右されないというか味によって価格が変わる、そういうマーケットとかもあると思うんで、そっちの方がいいのかこういう認証の方がいいのかっていうのは正直わからないところではあると思うんですけど、まあ日本でもたくさんの認証を受けたコーヒー豆を買うことができるので、まだ認証コーヒーっていうのをね飲まれたことない方はぜひ試していただいても面白いのかなと思います。今回ご紹介させていただいたコーヒー豆は概要欄の方からご購入いただけますので、よろしければ見てみてください。この動画がいいねと思っていただいた方は高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。コーヒー好きが集まる LINE のオープンチャットやコーヒーの情報を発信している Instagram、Twitter なども運営しております。そちらもよろしければご確認ください。では今回この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。